はい、皆さんこんにちは、渋市でございます。今日はね、どこに来ているかというと、あの大阪松原市やね。こんなのがねできたよいうことで聞きましたので、渋市ね、物珍しさにやってまいりました。なかなかね立派な建物です。ハンズマン、息がいいね。ここでねちょっと中を覗いてみようかなと思ってるんですが、このお店はホームセンターやね。何か九州のね、本拠地が九州だということで、なんか噂は聞いたんですが、右側にはねイオンのスーパーもありまして、いろんなお店がね入っているんじゃないでしょうかね。でも今の時勢になんかかっこよくない？アメリカっぽく感じるしね。今日ここに来たのにはね、ただ見に来たというわけではないんです。あるものをね買いに来たんです。それはね、私今果樹園をやっております。そこに植えるのをね一本買おうかなと思ってね探しに来たんですが、それはね、なんとね、なんとギネスにも載ってるみかん。ギネスに載ってんの？ギネスに載ってるらしいです。それはね、何か熊本県が有名なね、バンペイユというね、一番大きなものらしいです。そんなね、一番大きなみかんを植えたいからね、売ってるかどうか探しに行きたいね。帰りにはね、ニコニコした顔で出てくるんでしょうか。ちょっと行ってみましょう。こんな大きい書いた建物見たことないよ。まあ先ほども言ったようにね、ちょっとアメリカっぽいんじゃないかな。中にね喫茶店なんかコーヒーもありますよ。中はねなんかハワイみたいやね。ヤシの木がいっぱいあって、私のね目的のものはあるでしょうかね。
薪ストーブのある暮らしを楽しむ、楽しみたいね。これにはね、下にあるストーブ、一つ欲しいね、こんなんね。家に置いて楽しみたいから、ちょっと真剣にね、考えてみたい。誰しもね、ストーブは一度は使ってみたいね。薪も暖炉にね、こういうの置いて、ちょっとね、貴族みたいに貴族ですよ、過ごしてみたいね。家に持って帰ったらお母ちゃんにね、こんな置くとこないわと言われそうで怖いですからね。とりあえず検討だけはしておきましょう。そうそう、渋一もね、こういうお庭がね、欲しいんです。広いですね。やっとみかん売り場のね、苗木売り場にやってまいりました。まあレモンとかね、小みかん、いろいろありますが、私の目当てはね、あるんでしょうかね。そうそう、世界一大きなみかん、バンペイユですよ。こんな名前知らんね。スイートスプリング、サマーオレンジね、いろいろありますね。ネーブル、コミカン、ね、こちら言ったら金柑からね、白縫い、そうそう、あの私の好きなデコポンです。サーポメロ、ニューニチナ、どうですか。いろんなのが売っておりますが、ちょっとまだ見えんね。バンペイユ、ああ、みかんたくさんなっておりますね。皆さんもね、ここに来て欲しいものを探していただければありがたいね。いろんなものがありますんで。柿、
今流行りのねブドウもございますよ。美味しそうやね。渋市も植えてますんで、またね渋市の動画確認お願いします。うん、キウイもありますね。はい、私がね、帰ってまいりました。狙いのね晩白柚は残念ながらなかったですが、サワーポメロね、2番目に大きいかどうか分かりません。まあ、1番は晩白柚だからね、その次だと思って、これはサワーポメロといってね、名前は私分からないんですが、文旦と言ったら分かる方がいてるでしょう。高知のね文旦というのがここにねちょっと書いてますか。なかなか美味しそうですよ。今回はこれをね、あの向こうのハンズマンさんで買い求めました。大阪の方ならね、松原市すぐです。ここに来てね、ちょっと今まで違った展示方法、商品の数見てびっくり。中はねちょっと一部しか映せませんでしたが、お父さんはね日曜大工ね、で日曜のでしょうかって言ったら、ここに皆揃っておりますよ。お母さんはね家庭の買い物、どうでしょうかね。皆さん来てね、私もねここ好きやから、もう何度も来てねお買い物はここでしますよ。それではね、今日はありがとうございました。九州のハンズマンさんからのお届け、さあポメロ買いました、また買いに行きます。皆さんもよかったらね、ちょっと渋市の登録していただいてね、一緒にまたハンズマンさん買いに行きましょう。ハンズマンさんありがとう、大切に育てるからね、ちょっと記念撮影していきましょうか。はい、ありがとう。それではまたよろしくね。さよなら。